はい、漫画マンです。今回紹介する漫画はランマ2分の1、高橋留美子先生の作品です。連載期間は1987年から1996年、週刊少年サンデーで連載されていたようです。この後語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。ランマ2分の1は最近アニメ化の発表もされた高橋留美子先生の代表作の一つ、格闘ギャグ漫画。80年代連載開始ですが、バブルだなんだという時代の影響を感じさせない安定のルーミックワールドです。全38巻、サンデーウェブルというアプリで全話無料で読めます。今作は本当に本当にキャラ立ちがすごいです。単に独特な人がいる作品なら他にもあるんですが、各キャラクターが魅力的で愛おしいんです。個人的には高橋留美子先生の作品で一番好きです。まあこれはどんな風にこの作品に関わったのかが大きいかもしれませんが、内容をもうちょっと細かく言うと、中国で武術の修行をして日本に帰ってきた早乙女親子、2人は不思議な池に落ち、水をかぶると父はパンダに、主人公で息子の早乙女ランマは女の子に変わる体質になっています。ということでそれを直そうとするわけです。あと同じような体質のキャラが多数出てきて作品を盛り上げます。そして早乙女親子は父の友人の天道家に居候することになるんですが、そこには許嫁の天道茜がいます。一つ屋根の下に住み、一緒に学校に通いながら意地を張り合う二人の関係性も見ものです。一方的な片思いではなく、ちょいちょいお互いを意識し合いながら距離を縮めていく感じです。あとこの作品の大きな要素は格闘です。主人公自体無差別格闘の使い手です。喧嘩したってもちろん強いんですが、空手とかボクシングとかいわゆる格闘技の枠に収まらず、何でも格闘にしてバトルするんですが、高橋留美子先生のセンスのいいギャグのハマり具合が最高なんです。で、内容以外で細かいとこを言えば、天道茜、早乙女ランマなどといった名前もいいんですよね。名前をつけるセンスは別作品でも光ってますね。そんなわけで何度読んでも面白い、時代を超越した大傑作です。ということでギャグ漫画好きに、アニメ化決定でちょっと気になった人に、ツンデレの極みのような主人公カップルをめでたい人にもおすすめです。終わり方について、終盤2巻は中国の受仙教が枯らされそうになるのを止めに行く話です。ランマたちからすると、水をかぶると変身してしまうのを治すために泉が必要ですからね。敵は人間サイズの妖精のような種族で、味方のシャンプーも操られ、ヒロインの茜は捕らえられたり死にかけたりで危機的状況になり、普段いがみ合っているランマ、リョウガ、ムースラもこの時ばかりは力を合わせ戦います。ラスボスとランマの戦いは数話を使うんですが、見ているこちらも熱くなります。そして死にかけた状態の茜の協力もあり、ラスボスを倒します。細かいことを言うと、ここで殺したりしないのが平和でギャグ漫画らしくいいんです。で最終話、復活したと思いきや反応のない茜に強がりなランマも素直になり思いを打ち明けます。少しして茜は完全復活、その後結婚式、2人のドレスアップした姿はかっこいいし可愛いです。さらに体質を戻すお湯もわずかに手に入れていたものの、被ることはできず、結婚式もはちゃめちゃでまた今度ということに。ここから先は延長戦という言葉と、2人の笑顔と2人が仲良く学校に向かう姿で終幕です。終わり方もらしくていいんです。チャンネル登録と通知設定よろしくです。漫画マンでした。